経験上やらない方がいいこと、皆さんは経験した上でやらない方がこれいいよっていうことありますか？例えばですね、自転車のハンドルを左と右で逆で持ってね、走ることです。それで私全治2週間でした。あ、ガチで。というふうに経験上やらない方がいいことを紹介していきたいと思います。ではスタート。自転車のハンドルに傘引っ掛けて全力疾走。私みてえなことしてんなこれ。まあ、こんな感じですね。ハンドルにもうそのまま傘を引っ掛けるんですね。でもそれって傘の先端が前輪に巻き込まれて事故ります。顎骨折して全治2ヶ月らしいです、ある人によると。なのでマジで気をつけてください。明日でいいかの精神、これも良くないですね。明日やろうはバカやろうって言いますよね。全くその通りなんで、かさぶたをむく。あ、もうめっちゃ痛いですね。もう考えただけで痛いです。私もね、うわこれ剥がしてって思ってベリってやったら、生活のプラスにならないものをいつまでも持っておく。皆さん今身の回り見てみてください。それが使うものなのか、ただもったいないから捨てないのか、どっちでしょうか。必要なものだけを残して、使わないと思ったものはまだ丈夫でも捨てた方がいいです。ニキビを潰す、これはみんながほとんど通る道だと思いますが、ニキビを潰すとですね、クレーターが残ってしまいます。しかも一生ですね。なので本当にニキビは一時期だけなんで潰してはいけません。10代のうちの無茶なダイエット、まだ大人になった後のダイエットは良い点もあると思うのですが、10代のうちにやってしまうとですね、もう細くなろうとして他の人と比べてものすごく細くなったり、精神面でも良くないので、10代のうちは食べて20代からダイエットとかしましょうね。他にはですね、虫歯放置。虫歯放置もとんでもないことなんで直しましょう。すぐ神経抜かめになったらしいです。もうボンボン行きましょうね。何十個も紹介したいと思います。やられたらやり返すこと、これも良くないんですね。あとですね、この画像をご覧ください。争いは同じレベルの者同士でしか発生しない、これ分かりますか。喧嘩している人は同じレベルだということです。だってどちらかがレベル高かったら争いなんか起きませんからね。つまりそういうことなんで、倍返し半沢直樹はやめましょう。 SNS で友人に自慢、自分語りはですね、もうあなたの承認欲求や自己顕示欲を埋めるためだけなので、他の人にとってはうざいって思われることがあるかもしれません。自己顕示欲というものはですね、承認欲求というものはですね、見られたいのは承認欲求。わかりましたか皆さん、思い当たる節がありますか。歯磨きをサボる、やはりさっきの虫歯を放置と同じなんですが、歯をきれいにしたりちゃんと保持しないと後悔することになるんですね。皆さんこれはマジで気をつけましょう。自分の体力を過信すること、皆さんどうでしょうか。俺あんなに走れたからまだまだいけるとか、筋肉マッチョだしとか思ってると、後で変なところでねバキっていってしまうので、そういう関係はちゃんと日々鍛えるようにしましょう。常に自分と他人を比べる、そんなね自分と他人を比べたっていいことはないんですよ。もし下の人を見て自分の自尊心が上がったとしても、何のいいことでもありませんよね。自分が成長したわけでもないです。なので常に自分の記録を毎回超えられるようにしとけば、とりあえず成長できんですわ。過去の間違いや苦しみを忘れられず引きずる、これも意味ないですよね。もう終わったことを引きずってどうするんですかね。変えられないですよ。それだったら今から頑張ってもう繰り返さないようにするか、新たなことに挑戦してみましょう。正論をぶつける、正論で丸め込む、これも良くないんですね。実はそれ間違ってるから正してやろうっていうのはあんま良くないです。
やっぱり共感することが正しいんですね。その場にいない人の悪口を言うこと、まあ、ストレスの発散にもなりますけれども、やっぱ悪口を言うとですね、その人にも高確率で入るんですね。誰かがポロって言っちゃうので、あんまり悪口は言わないようにしましょう。昼夜逆転生活、もうこれはね、目に見えてますね。必ず体をぶっ壊してしまいますので、やはり早い時間に寝て早く起きるのが一番健康的な生活です。パチンコスロット、まあパチンコとかスロットをやっていてね、やっぱやっててよかったっていう人はあんま聞いたことがないですね。一回当たりを経験してしまうとですね、快感でやめれなくなってしまうんですね。でも負けてしまったりするんで、本当におすすめしません。いろいろ貯めてしまうこと、これも良くないんですね。例えば仕事も掃除も洗い物も勉強も、もう何においてもですね、貯めることは一番良くないんです。後でめんどくさくなってやらなくなります。深爪、そうです、皆さん爪を切るときにどれくらい切っていますか？ちょっと深爪しすぎてないですか？普通にマジで痛いので深爪はしないようにしましょう。借金も良くないですね。まあどうしても必要な時は頑張りましょう。でも借金すると首が回らなくなることあるので気をつけてください。我慢して嫌な仕事を続けること、よく3年は続けないとダメみたいなことありますけど、その前にやんじゃ意味ないんですね。健康的な体の方が大事なんです。お金があってもですね、健康な体には帰れないので、やはり一番は健康ですね。お金があるからといって無駄遣い、これはですね、いつ何が起きるのか分かりません。例えば自分が交通事故にあったり、いきなり出費する可能性もあります。なので金があるからといって全部使うわけは良くないんですね。ちゃんと貯金もしましょう。パートナーのスマホを見る、まあやはり誰かと付き合ったりすると、その人が浮気してないかなとか気になってしまうかもしれませんが、実際見ても傷つくだけなので気をつけてください。マンションの住人と必要以上に仲良くならない、まあこれは何でかというとですね、何かあった時に困ってしまうんですね。誤解されたりそういうことがあるのでおすすめはしません。試着なしでの買い物、例えば皆さん服買う時ありますよね。しかし面倒いからって言って、まあ私 M ぐらいだからとか言って買う人いませんか？そういうことするとですね、結局着れなくて捨てたり売ったりする羽目になるので、試着なしでの買い物は気をつけてください。スマホを充電しながら使うこと、皆さんしてませんか？充電しながらスマホいじったり、これですね、とてつもなく寿命を減らしてしまいます。 YouTube とか見てしまうとですね、とてつもなく劣化が早くなってしまうので、充電するときはいじらないようにしましょう。行き当たりばったりの生活、もう何も考えずに生活している人いませんか？そういう人ですね、時間を無駄にしてしまうので、まあちゃんと毎日毎日予定を決めて、なんか楽しいこととか有益なことをしましょう。ということでどうでしたでしょうか？これがですね、みんなの経験上やらない方がいいことですね。皆さんのやらない方がいいことは何でしょうか？下のコメントに書き込んでください。まあね、私が最初言った自転車だけはやんないでくださいね。やんないでくださいね。はい、カリギュラ効果。やらないでね。それを YouTube にアップしてくれてもいいかな？ということで、また次回の動画でお会いしましょう。よかったら、この動画を SNS などに共有していただけると嬉しいです。では、せよ。